はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれということでですね、中国共産党と断固戦うリトアニア、そのリトアニアに対してですね、苛烈な制裁措置を行っている中国政府に対して、EU が、はい、EU 本体がぶち切れました。はい、EU がですね、これ以上ですね、EU の加盟国であるリトアニアに対して制裁を行うようであればですね、EU としてはですね、中国共産党に報復を行うと、中国企業をですね、EU マーケットから締め出すぞという形で宣言をしてですね、中国共産党を恫喝しました。これこそですね、世界に覇権を広めているですね、中国共産党に対する、世界各国のですね、スタンダードな姿勢ですよね、というニュースでございます。はい、北京オリンピックのですね、外交的ボイコットすらできない岸田総理、よーく聞いとけ、よーく見とけ、このリトアニアの姿を。はい。これですね、何があったかっていうとですね、中国政府がですね、EU の加盟国であるリトアニアに対してですね、苛烈な経済制裁を行っているんですね。これ何かっていうと、リトアニアっていうのはですね、日本よりもはるかに小さな国なんだけれども、すっごい勇気のある国なんですよ。ね。中国の人権弾圧を許さない。派遣拡大を許さない。台湾はですね、中国のものではないと。独立をした国家であるということをですね、堂々と主張していたんですよ。ね。そしてですね、それね、口で言うだけではなくてですね、それを証明する具体的な行動にリトアニアは出たんです。それが何かっていうとですね、リトアニアの国内に台湾の大使館を作って、そして台湾の国内にリトアニアの大使館を作ったんです。つまりですね、台湾を一つの独立した国と認める具体的な行動に出たんですよ。これはもう本当に見事でした。僕も興奮して動画一本作っちゃってくれ、これは見事でした。でね、これに対してですね、中国共産党が本気のガチ切れしたんですね。そして苛烈な経済制裁に、出始めたんですよ。ね、これをリトアニアに行い始めたんです。でその内容っていうのはですね、これから読んでいくですね、このロイター通信とですね、あとですね、この大企業さんの記事の中に書いてありますので、これちょっと楽しみにしておいてください。はい。そしてね、このね、リトアニアっていうですね、勇気をある EU 加盟国へのですね、中国の立ち振る舞い、この制裁に関して、EU 本体がぶち切れたんです。これ以上ですね、EU の加盟国であるリトアニアに対して制裁を行うのであればですね、EU としては中国に報復をすると、中国企業を EU 市場から締め出すぞと激怒して、具体的な行動に出始めたというお話なんですよ。で、この一連の流れこそがですね、世界支配を進めている、中国共産に対するですね、正しい対応でございますよね。そうだよね。日本のですね、岸田総理なんかはですね、中国は怖いのかなんだか知らないけれども、ハニートラップにかかってるのかなんだか知らないけれども、北京オリンピックのですね、外交的ボイコットすらですね、言い出せずにですね、日本国民の信頼を失って、アメリカからもですね、岸田っていうのは親中政権じゃないのかって疑われて、日米首脳会談すら開くことができずに、ヒーヒー言ってるんですよね、今岸田君って。情けねえ。もうこのままだったらですね、日本っていうのは韓国みたいに、ね、日本は中国側だって世界に勘違いされますよ。これね、別の記事でね、出て僕ツイートで共有したんだけれども、なんかですね、韓国はですね、外交的ボイコットを行わないとかね、イラン宣言をしたんですよ。うん、そんな宣言する意味はあるのかな、必要あるのかな、うん、なんか多分中国共産党からですね、多分依頼を受けたんでしょうね。韓国はですね、北京オリンピックの外交的ボイコットを韓国は行わないって宣言してですね、それを見た中国共産党はですね、韓国は素晴らしい、韓国は我が中国共産党の家族だとか言っちゃったんですよ。はい。このまま言ったらですね、日本もですね、日本は中国共産党の家族だって習近平に言われるよ。そんな状況、お前になったら、お前、記者がぶん殴りに行くぞ、本当に。うん、もう実際ね、でね、このね、岸田総理のですね、このグズグズ感、このグズグズ感がですね、もう実害を出し始めてるんですよ。これね、クワッドが崩れそうなんだよ。この記事ね、ちょっとある意味、まだ読まないけれども、これね、岸田総理がですね、グズグズしているおかげでですね、このクワッドがですね、壊れちゃいそうなの。安倍元総理がですね、世界に提言をしてですね、称賛されてですね、出来上がったですね、日本とアメリカとオーストラリアとインド、この4カ国がですね、手を組んで中国を抑え込んでいこうというですね、この素晴らしい枠組みがですね、岸田は中国寄りじゃないのかっていうね、疑念のせいでですね、壊れちゃいそうなんですよ。うん、もうほんとね、もう勇気出せ、岸田総理。うん、日本よりもですね、はるかに小さいリトアニアが中国から制裁を受けながら、それでも一歩も引かずに退治をしているのに、日本は何をやっとるんですかね。こうやってですね、勇気を出して対応していればですね、今回みたいにね、EU とかですね、アメリカがリトアニアをですね、こう救おうとしているみたいに、救いの手って出現するんだよ。なんなら、でもね、日本って超大国なんだから、もう救いの手なんか気にせずにですね、日本独自で中国と対峙していくぐらいの気概を見せろよ。高市さんはそうやって言ってるだろ。
もういい加減にしろ、岸田さんね。はい、というわけでですね、中国にしっかりと対応している EU と中国共産党の戦いの記事ですね。これちょっと読んでいきましょう。ロイターの記事とですね、大企業の記事、この2つの記事をですね、読んでいきます。まずですね、このロイターの記事、中国がですね、このリトアニアに対する制裁、苛烈な制裁、一体どのようなことが行われているのか、いきますね。はい、中国、多国籍企業にリトアニア製品のボイコットを要求、台湾をめぐりという記事でございます。はい、これですね、リトアニアのですね、政府の高官と業界団体が、ロイターに明らかにしたところによると、中国は多国籍企業に対して、例えば日本で言えばですね、トヨタさんとかパナソニックみたいな企業だね、に対してですね、リトアニアとの関係を断たなければ、中国市場から締め出すと警告をしていると、台湾の名前を冠した事実上の大使館である、代表機関がですね、これ大使館ですよね、がですね、リトアニアに設置をされたことを受けてですね、中国政府は先月、リトアニアとの外交関係を格下げしました。中国外務省のコメントは取れておりませんと。リトアニアとですね、中国の直接貿易はそれほど多くないが、リトアニアにはですね、家具やレーザー、食品、医療などをですね、多国籍企業向けに製造する企業が多く、そうした多国籍企業はですね、中国に製品を販売しているんですね。だからリトアニアのですね、アドメナス 外務副大臣はロイターにですね、中国はこの多国籍企業に対してリトアニア製の部品などを使用すれば、中国市場での商品の販売や調達を認めないとのメッセージを送っていると指摘をしていると。で、一部の企業はですね、このね、リトアニアのサプライヤーとの契約をキャンセルしたという形で、リトアニアですにはですね、もう大きな実害が出てるんですよ。ね、具体的な社名はこれ明らかにしていないということですけれども、はい。そしてですね、リトアニアの産業連盟の代表も、国内サプライヤーから商品を調達している一部の多国籍企業が中国の標的になっていると指摘。ね、これリトアニアとお付き合いにあるですね、多国籍企業はこれ標的になっているんですよ。これまでは脅しに過ぎなかったけれども、今はそれが現実のものになっていると、してですね、標的となっている多国籍企業は欧州企業で、多くのリトアニア企業と取引があると述べました。政府高官によるとですね、リトアニアはですね、国内企業を中国の報復措置から守るため基金を設立することを検討している。わかりますか。リトアニアってやっぱり勇気があるんだよ。中国は具体的な制裁措置に出てきたにもかかわらず、そこからですね、自国の、ね、企業を守るための基金を設立すると。折れないんだよ岸田君、折れないんだよリトアニアは。はい、ランズベルギス外相はですね、欧州委員会に、EU レベルで強力な対応が必要だと支援を要請しました。欧州委員会は加盟国に対するあらゆる種類の政治的圧力と、強制的な措置に対抗する用意があると表明をしていたんだけれども、 EU がこの表明通りにですね、具体的な中国共産党への制裁措置を発表しました。いきますよ。 EU 加盟国の内政に干渉する第三国、つまり中国のことです。中国に貿易制裁、リトアニアに圧力強化の中国を念頭という形でですね、はい、いきますね。 EU はですね、8日、域外 EU 外のですね、第三国、つまり中国が EU 加盟国に対して経済的な報復措置を仕掛けた場合、これに対抗する貿易制裁を講じることを明示しました。はい、明言しました。台湾との関係をですね、強化をするリトアニアに対して経済的圧力を強めている中国当局を念頭に置いた動きであると。はい、EU のですね、政策執行機関である、欧州委員会が発表した導入案では、 EU 加盟国が域外の第三国、つまり中国から経済的圧力を受け、合法的な主権的政策に干渉された場合、この第三国に対して追加関税、中国に対して追加関税を課して EU 市場へのアクセスを制限するなど対抗措置を講じると。で、欧州委員会のワルディス・ドンブロウスキス委員、貿易担当の方らしいですね、は声明の中で、国際情勢が緊迫する中、貿易活動が武器化され、 EU と加盟国は経済的な脅迫の標的になっていると批判をして、この導入案を通じて EU は加盟国の利益を守っていくという明確なメッセージを発すると述べました。はい、リトアニアではですね、11月、台湾の大使館に相当する駐リトアニア台湾代表所、つまりこれ大使館のことですね、大使館が開設をされました。これに不満を示した中国当局は同月、リトアニアとの外交関係を格下げすると発表しました。これ同国の政府によるとですね、中国当局は同国の製品、つまりリトアニアの製品の関税を止めていて、他の企業に対してもリトアニアの企業と取引をしないように要求をしていると。何様なんだっつう話なんだよね。で、リトアニアはですね、6日、ドンブロウスキス委員とですね、ジョセップ・ボレル、EU 外交安全保障政策上級代表に宛てた書簡でですね、中国側が容認できない経済的圧力をかつてないほど高いレベルに引き上げたとして、強く対抗するよう EU の介入をですね、要請していたというお話でございます。EU 頑張れ。
EU 頑張れ。これがですね、うん、中国共産党と対峙した場合のですね、世界のスタンダードな姿勢でございます。はい。でですね、このね、このリトアニアに対するですね、中国の制裁っていうのはですね、これからも間違いなく強化をされていきます。ね、可能性が、その可能性全然あるんですよ。ね、それに対応してですね、EU やアメリカが対抗措置を間違いなく出してくると思います。日本としてはですね、これ絶対に知っておかなければならないニュースだと思うんで、続報があったらですね、まだ動画を作りますので、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、熊さんの動画終わりたいと思います。いや、岸田君。あのね、日本よりもはるかに弱いリトアニアがここまで勇気を出して、その勇気に感化された EU やアメリカがですね、リトアニアを守ろうとしてるんだよ。日本大丈夫だって。日本とかアメリカみたいな超大国にはですね、中国は何もできんのだよ。外からわー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 言って安倍さんに言ったみたいにね、頭をかち割るぞとかね、その程度のことしかできんのだよ。具体的な制裁日本食らったか、中国から。何も食らってねえだろ。何を怖がってるんだよ。お前もう、強圧順に外交ボイコット出せ。おい、出せ。もう本当にね、信頼失うぞ。お前、うん、というわけでですね、熊さんの動画終わりたいと思います。岸田君しっかりしてね。バイバイ。